皆さんこんにちは、モータージャーナリストの石井正道です。今回はですね、新型フィットの試乗会に来ました。実はまあ事前にプロトタイプはテストコースで乗ってるんですけれども、今回公道で試乗するのは初めてということになります。見た目からも分かる通り、これまでのフィットとだいぶ違うなという印象を受けた方もいらっしゃると思います。なんかすごく穏やかになったというか、3代目はちょっとスポーティーに振ってたんですね。それがかなり穏やかになりました。この4代目では完成性能と言いますけれども、要はフィーリングの世界ですね。スペックで数値で表せるようなものじゃなくて、使った人がどう感じるかっていうのを考えて作り込んだというのがこの4代目のフィットになります。そこで出てきたキーワードが心地いいというものらしいですね。だから乗り心地がいいとか使い心地がいいとか、シートなんかも作り込んで座り心地がいいとか、そういったところが特徴になっています。あとは非常に見晴らしが良くなって視界がいいことで、運転して心地がいいとかいうこともあると思います。今日は試乗して分かるところをじっくり見ていきたいと思います。フィットで初めて今公道を走り始めてます。この辺結構道が荒れていてですね、特にこう路面がザラザラしてるんですけれども、本当今走り始めて数十メートルで、これはなんかいいなっていうのが分かりますね。というのはノイズであるとか振動とか、この辺の感じ方が非常にこう、当然少なくて、上質な感じするんですね。これはちょっと今までのこの手のコンパクトカー、B セグメントのコンパクトカーとしてはかなり、高級に感じられます。でエンジンの音も非常に小さいですね。今こうアイドリングと街中をゆるゆると走るぐらいでは、ボディ剛性の向上であるとか、サスペンションのいろんなところの見直しで非常にこう乗り心地を良くしています。今街中を普通に発進するようなイメージで走らせると、2000回転ちょっと超えたぐらいのところでこうぐーっと加速していきます。 1.3 リッターのアトキンソンサイクルのエンジンなんで、あまりこうトルクが太いという感じもしませんし、特別パワフルだという感じもしないのは正直なところです。ですんでこれはなんというか必要十分なパワートレインというところですね。今結構大きな入力ありましたけど、全然こう突き上げ感がないですね。あとアクセル踏んで加速していくときにですね、あまりこうエンジン回転数がバーンと、不用意に上がっちゃったりはしない、いわゆるラバーバンドフィールを抑えるために、あまりこうエンジン音が先行したような加速っていうのを抑えてます。フィーリングを良くすると、少しですけどレスポンスとか加速力っていうのがちょっとだけ犠牲になる可能性はありますよね。踏み込んでいってもあんまり、回転数がバーンと上がっちゃったりしないで、こうグググググッと粘りながら上がっていくかのような、そんな感じがします。確かに間延びした感覚はなくて、このフィーリングはいいラバーバンドフィール取ってくれてるなという感じがします。今アイドリングストップして再始動、この再始動がねかなり滑らかで、振動少なくていいですね。あと今回ですね、16インチタイヤだと VGR になるのかな、とにかくステアリングに可変ギア比がついてます。この小打角の少ないところは、比較的スローに動いて、たくさん切ってって大打角になるとギア比が速くなる、メカニカルにこう歯車を、変わっていくというところなんですけれども、そういうのは直進安定性というのはあんまりこう P
ピクピク動いちゃうとよく感じないんで、センター付近なんかはスローにしておいて、たくさん切る、例えば車庫入れなんか顕著ですけれども、打角が大きいところはタイヤがいっぱい動いてくれるということで楽だと。この視界の良さっていうのは、このピラーの、前から見ると2番目に強度を持たせることで1番目を細くして視界を良くしたという結構画期的なアイデアの、アイデアでこれが実現しているということです。本線に合流でちょっとアクセル深く踏んでみますね。5000回転超えて6000回転まで、今シフトアップしましたね、疑似的なシフトアップ CVT の、ラバーバッドフィールを抑えるためにアクセル非常に深く踏み込んだ時は油断ギアのように、普通のオートマチックとか、DCT なんかのようにあたかもシフトアップしていくような制御になるんですね。そうすることで結構ダイレクト感が出るんで、乗ってて心地いいということになります。これはね、ホンダ独自ではなくていろんなメーカーで CVT ではやってます。で、今回進化したホンダセンシング、実はミリ波レーダーなくなってるんで対価にも見えたんですけれども全然制御良くなってるんですね。カメラの精度、カメラが非常にワイドに見れるようになってるのと、あとその今Lキャスレーンキーパーアシストシステムなんかが非常に賢くなってるんで、本当に車線の中央付近をきれいにあまりこうちょろちょろしないで、走らせてくれるような制御になってます。今上り坂に差し掛かるとやはりトルクがちょっと足んなくなってくるんで3000回転台で上ってきますね。それぐらいだとそんなに音がうるさいという感じもないです。今高速道路の料金所 ETC で越えてから本線に向かって合流していくようなシーンです。Lキャスほんといいな。レーンキープアシストですけれども、なんていうかそれ以上活かせないようにするときに、ステアリングで知らせてくるというか、グッとちょっとアシストが入ったのが分かるところがあるんですけど、そこでもすごく嫌な感じがなくて、これ以上行くと白線を越えてしまいますよというような分かりやすさと、こう押し置き感というか強制力のない感じがして非常にいいですね。あと視界の良さもありますし、このインテリアデザインの横基調でいわゆるこうメーターのバイザーみたいのがないんですよね。なので非常にこうシンプルクリーンで、ちゃんと機能的、メーターも見やすいですよね。小さいんだけどいろいろいくつか切り替えはありますが、小さいんだけどシンプル、小さいんだけど情報量をあまり多く出さないで、見やすくしているというあたり非常にいいですね。今ちょっと狭いカーブが連続する道に来てます。ワインディングロードっていうほどでもないんですけれども、この辺は非常に素直な感覚がありますね。車、全体の雰囲気も乗り味なんかもどちらかというとスポーティーではなくて穏やかな方向性ですけれども、シャシーがレベルアップしてるんでハンドリングとしてももちろんシャープな感じとかあんまりないですけれども、しっかり走れますよというところはあります。なんつってもボディ剛性 13% ぐらい上がってますからね。サスの動きは良くなってますから、当然基本的な身体能力みたいなものはそれだけ上がってるわけです。確かにこれエンジン車でこの出来だと、IMA はもちろん IDCD ぐらいのワンモータータイプのハイブリッドだとその差が少ないというかね、もっともっとハイブリッドのはよくしてくれないと、エキストラのコストお金を余計に払う気がしないよという人も出てくるでしょうね。
サフィット2台目は EHEV ハイブリッドの方ですね。でこちらの方がさらにパワートレインが静かになるわけですけれども、そうするとやはりロードノイズちょっと耳につきやすいですね。あと乗り心地もさっきのガソリン車もそうだったんですが、こう入力の大きいところサスペンションこうマーク低フリクションで入力を優しくしてくれてる感じが出てるんですけど、なんかね細かいのが連続していたり、ここら辺すごく路面の変化飛んでるんですけど、ちょっと足がなんかまた突っ張り気味というか、乗り心地がまあ期待値に対して少し渋いなという感じはあります。正直言うとでまだこれ走行距離が少ないのかな、1000キロぐらいですね。ですのでもう少し馴染んだ方がいいのかなという気はします。まあもうトルクには何の文句もないというか、もう本当に十分ですね。ノート E パワーもかなり一度乗り始めるともうエンジン車戻りたくなくなるぐらい、トルクに余裕ありましたけれども、フィットの EHEV も同じことが言えます。まああらゆる B セグの、コンパクトカーの中でこのモーター駆動の2車種が、まあ、かなり有利だなという気はします。でヤリスがね、やはりそのトヨタの THS2 できまして、この電気駆動の方がいいのかなというふうには思ってますが、ヤリスはヤリスでエンジンもダイナミックフォースエンジンになりましたし、電気系もかなり、チューニングというか、進化させていますんで、もしかして直接対決するとやっぱりあっちがいいとこもあるかもしれません。まあ、やっぱりテストコースなんかで乗ってると分かりづらかった、生の道での乗り心地とかこのロードノイズっていうのは公道に来てみるとよく分かります。ただボディが非常にこう強固になってる、剛性が上がっていたりするところ、まあ、特に微振動みたいなものはすごい抑え込まれてますね。ちょっと音がロードノイズが本当残念ですね。まあ、この B セグメントで2モーターでフルハイブリッドとなってくると燃費はもうもともと相当いいので、もう数キロメートルパーリットルレベルの戦いはまあ不毛に感じてしまいますけれども、それでもねヤリスだとどうだろう、5キロメートルパーリットルぐらいいいんでしたっけ、ちょっと差があるなというふうには思いますし、やはり THS2 も侮れないなという感じはしますね。あと快晴はですね、今 D レンジで普通に走ってます。この段階ではアクセルをオフにすると、まあ一般的なエンジン車と同じような、エンジンブレーキと同じようなレベルの快晴です。でこれを B モード、 B レンジですかねにすると、快晴が少し強くなります。ただE パワー日産のように、ワンペダルドライブ的なものでは全然ないですね。さあもうすぐ高速道路ですね。今ちょっと強めにブレーキ踏んだんですけど、ブレーキフィールいいですね。こういう電動車の回生強調ブレーキの場合は、まあカックンブレーキになったり、動力とこう減速 G がの関係が変動してしまったりということ多いですけれども、まあ、ここもかなりリニアにできています。アクセルを踏んである程度以上加速させるとき、ね、シフトアップしていくような感じですよね。これがCVT だと前回エンジン車の CVT だと全開に近いところじゃないとフィットの場合は起きないですし、他車でもそういうものが多いです。もうちょっと下から入れているところもありますけれども、それぐらいが標準的ですね。このフィット EHV だとアクセル回路にして 30% ぐらいからそれが入ってくるんで、まあ、かなり日常域でも体感することが多いです。
さあ、それと高速道路で体験できることとしてはですね、エンジン駆動のメーターをちょっとお見せしようと思ってるんですけど、今そこになかなか入んないですね。今入りました。真ん中に歯車みたいな小さい表示が出たところ、これがエンジン直接モードですね。今上り坂に差し掛かったんで少し負荷がかかってきてます。そうすると、あ、今切り替わりましたね。あ、今エンジン駆動で充電もしてる状態だから、エンジンのトルクが余ってる状態で、今エンジン駆動だけ。ちょっと加速すると、あ、外れましたね。まあ、あの状況によってはエンジン駆動しつつバッテリーで今度はモーターでアシストみたいな、制御をすることもあります。で今いろんな、まあ、そのパワーフローがあるんですけれども、その切り替えは全然ドライバーには感知できないですね。つまり自然な感覚で車が勝手にやってくれているというところです。さあ、少しワインディング風ですかね、という道に行きました。まあ、今上り で、まあ、タイトなコーナーが多いんで結構スピードが落ちてそこから加速してっていうところが多いんですけど、まあ、ここは本当モーター駆動、モーターのトルクの太さ本当頼もしいですね。今回のフィットって、まあ、どちらかというとスポーティーさをやめて穏やかな方向になってるんですけども、こうそれだけにしとくのはもったいないような、ハイブリッドシステムになってます。だってアクセルドンって踏むと、その従来の RS より速いんじゃないかなというぐらいの加速しますから、まあ、これをね、もうちょっと走りに振ったキャラクターにとしてもいいんじゃないかなと、そういうものがあってもいいような気しますよね。はい、今日はですねフィットの行動試乗会で今エンジン車とハイブリッド車と両方乗ってきました。で、事前というか、テストコースでプロトタイプには試乗したことがありますし、いろいろ、まあ、どういう進化をしてきたというのを取材していたんで、いい面は知っていたんですね。ちょっと今日実際に生のリアルワールドの道で乗ってみると、期待値よりちょっと低いところもあったというのは実は正直なところです。まだこの車1000キロぐらいしか走ってないんで足の動きが渋いのかもしれないですけれども、まあここから高速道路に向かっていく郊外路なんかで路面が結構荒れてると、ちょっとあれ思ったより動きが渋いなというところはちょっとありましたね。ただ入力が大きくなるところはドーンって入ってくるところでは滑らかに撮影が動いているので、基本的には非常に身体能力が上がっているというか、よくできているんだけど、なんかもうちょっと乗り込んでみないと分かんないなという部分があったのは、まあ一つ正直なところです。あともう一つ、基本的にはボディのその小さな合わせ面なんかもよくできているので、絶対音量としてはだいぶ下がっているんですけれども、ちょっとねタイヤの音が逆に気になってくるというか、終始パワートレーンと風の音は、高速道路まで含めて、非常に低くて、すごいなと思うんですけど、ちょっとロードノイズだけちょっと大きめでそれが耳についちゃうというところはあるんで、まあ、その辺は少し、ここから改善してほしいなというところではあります。ただしその動き、基本的な動きの良さとか、まあ、ステアリングフィールであるとかかなりよくできてますし、PHEV の良さ、シリーズハイブリッドプラスアルファのこのシステムの良さなんかは、やはり、他にないよくできたものなんで、まあ基本的にはこの B セグメントのコンパクトカーなのにかなり高級になってきたなというところであります。